リクエストで来てた、腕相撲が強くなるためのトレーニング、これを紹介していきます。まあ、今腕相撲とかアームレスリング系の YouTuber の人も結構多いんで、そういう人たちのトレーニングを見たり、聞いたりした方が早いような気もしますけど、まあ、リクエストが来たんでちょっとやっていきます。まあ、トレーニングを考案したりするのも非常に好きなんで、思いついたものをやっていきます。まずはバンドを使ってやっていきます。バンドを柱や、まあ、パワーラックとか動かないものに引っ掛けて、しっかり広背筋の力で引きつけます。バンドなんで非常に張力を調整しやすいんで、弱いと思えばちょっと離れて、10から15レップで2、3セットやってみてください。まあ、一気にフィッと引きつける、瞬発的な力を意識しながらやると、より腕相撲に活かしやすいと思います。でトレーニングに慣れてきたら、かなり張力を強くして、まあ、40とか、バンドを重ねて、低レップ、まあ、5レップ前後で、3から5セットというやり方もいいと思います。ちなみにこれはケーブルでも行うことができますけど、一般的なジムでやると本来の使い方と違うので、注意される可能性があります。次は引きつけたところから実際の腕相撲の動きのように倒していきます。これも一瞬の瞬間的な力を意識して5から10レップで2、3セットやってください。どんな運動、スポーツでもそうなんですけど、それが上手くなりたい、強くなりたかったら、とにかくその動きを何度も何度も、反復練習して神経系発達させていくのが、まずは目指さないといけない、ところなんで、
だからまあ陸上選手はひたすら走ったり、ボクサーはひたすらパンチを打ったり、とにかくその動きをひたすら、繰り返す、反復することが重要なので、腕相撲のトレーニングもしっかりその動きを模したトレーニングを選ぶようにしてください。次は一連の流れでやっていきます。引きつけて倒す、腕だけでやらないようにしっかり全身より多くの筋肉を使うようなイメージで行ってください。次はバーベルを使ってランドマインでやっていきます。片方バーベルの端を固定して、プレートはつけてもつけなくても大丈夫です。軽いと思ったらつけてください。で、固定したら反対側を持って上げていきます。これも筋肥大が特に目的の種目ではないので、5レップ程度で3セットやってみてください。軽くした状態で反対側まで持っていくやり方もいいと思います。まあ、一番いいのはやっぱり専門家に聞くのがいいと思うんですけど、まあ、こういったトレーニングもあるという参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。